どうもサンバです。今回は au さん全面協力のもとスポーツクライミングに挑戦します。どうした、ここ Wi-Fi 飛んでる。佐久間も au さんも今日は飛ばしております。はい、au さんといえば携帯電話サービスの会社ですが、日本のスポーツクライミングの復旧を応援するオフィシャルスポンサーとしてチーム au を結成しています、まあ、ということでチーム au がおすすめするボルタリングジム&ショップ B パンプ荻窪さんにやってきました。今日で2回目だ。あ、いや、ほぼ初めて。ほぼ大して変わんない。ラスト新車。そんなドヤんで。なんなんすか。あ、なんだ。2回目に何が悪いんすか。朝から揉めんなよ。ちょっとやめましょうって。あ、うん、ごめんじゃねえ。もう今日はもう。なる。はい。はっ。はい。これ先生、今、ワンパッケージあるんで。はい、できたね。おおうわ、無重力。足だけ蹴ってない。足使ってない。おおうわー、すげえ。うわー、めっちゃ飛んでる。おーい、すげえ。いやいや、名前は藤井心と申します。はい、心、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、僕の名前は楢崎智亜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、チーム AU には日本を代表するスポーツクライミング選手の楢崎智亜選手、はい、藤井心選手をはじめ5名の強豪選手が所属されているということなんですが、8月11日から日本で開催される世界選手権になんとチーム AU が出場されるということなんです。はい、すげえ、すげえ。ということで今回はスポーツクライミング初心者のメンバーもいるということで、基本の技を学んだ後2チームに分かれて対決を行いたいと思います。はい、勝利チームにはご褒美があるそうです。はい、今回はね、あのちょっとラウールがね、ちょっと足の方をね、お怪我しておりまして、今回はどっちかというと審判というかジャッジメント役をやっていただきたいと。じゃあ佐久間君ジャッジメント。いや、人狼やるなよ。あの黄色のゴールドでできた方に登ります。はい、はい、でスタートとゴールにはこうやって同じ色のテープが貼ってあります。はい、はい、そう。あ、なるほど。で、僕が登るのでそこをコル君がアドバイスを。はい、お願いします。お願いします。まあ、スタートは両足浮いたらスタートになるんで、はい、ここからまあ動き出してで、まあ、コツとしてはやっぱ最初手動かすっていうのは足見てもらうとしっかり動かしてから上を見るっていうような順番で、足を動かして手みたいな順番で、まあ、やってもらうと結構スムーズにやっていくと思います。で、まず、おお、なんかでも様になってるですね。もう、いきそう。はい、あれ、どうするんでしょう。そこからもう、黄色の左手で、黄色。え、かっこいいんだよ。で、右、あ、いいですね。いいよ。あれ、おー、いいよ、いいよ、いいよ。いいじゃん。いけるね。おー、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 おー。やったー。え、すごい。両手、両手、両手、両手。両手使えたね。ナイスー。おー、楽しい。ナイスー。マジ楽しい。左手、もう一回いい？左で、で、足を開いた方がいいです。開く？はい。こうね。そうそうそう。で、右手。そう。なんかいいね。で、おお、いいよ。いいよ。あれ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 。あ、スパイダーマン、スパイダーマンみたいな。頑張頑張。いいよいいよ。見せて見せて。見せて。スパイダーマン。おい、やってる感出すな。頑張。めっちゃ息上がってんじゃん。両手近い。両手両手両手だよ。ああ、ナイス。面白い未来へ。どうでしたって気持ちをしてたやん。そう、ちょっと無駄な動きが多かった。そうそう。やっていただきたいなと。めっちゃ驚けんじゃん。ほっとお得です。違う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 。逆にいいんですか。
翔太がボケだからビビったの。来た来た来た。え、ポンポン。おい、おい、ナイス。見た今の足のステップ。ナイス。え、めっちゃ速い。え、ナイス。頑張頑張。うわー、早っ。早い。早い。すげえ。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。さすがみたいに言うよ。ランジっていう、まあ、技ランジ、はい、ちょっと飛んだりダイナミックなってる動きなんですけど、ランジ青色のやつなんですけど、はい、青から青のこのでっかいのえ横飛びっすか横飛び、ね、そうそうそう縦は分かるんだけどさ、おーい、かっこいい。いける、フッカいける、フッカでいいんじゃん、フッカでいいんじゃん、怪我しないでください。頑張れ、頑張れ、いけるか、頑張れ、いけよ、いけ、ちょっと待って、ちょっと待って、いざ、いざ、やめて、怖い、気持ちいい、気持ちいい、頑張れ、いけなー、できたら、でも、マジ一気にファン増えるよ、お前、多分言ったらこっちみたいな、はい、それはやばくない、ね、
すごかったよ、はい、というわけで2回攻めなんですけど、まあ、ここね1回攻め登りきれなかったので、うん、2回攻めもここで登りきろうじゃないかということで、マジコースをやりたいなと思います。うちは、あ、じゃあ、佐久間選手ね、佐久間選手、はい、そろそろやっぱ行ってもらおうかな。佐久間お願いします、行ってきまーす。あ、これいい勝負、これいい勝負ですよ。やっぱね、見えなくてもできないものはあるんだってところを俺は逆に見したい。逆にね。なるほどね。いいね。普段からね、何でもできますから、ね。なんかいいから。普段にできないものはないですよ。始まった。うわ、スムーズだな。はい。左手。オッケー。うまっ。うまっ。なるほど、なるほど。スムーズだな。あ、早いな、やっぱ。おぉ、赤と入れて、上行って。足上げられる。足上げられる。そうそうそう。おぉ、右足戻せられる。おぉ、うまい、うまい、うまい。右手いっちゃう。おぉ、うますぎる、シュールやナイス、エグいぜ、うますぎる。うん、仲間だけど、佐久間いるから。いや、もう絵的にはいいの取れちゃった。いいんじゃねえぞ。行ってみます。ナイス、ナイス、いいよ。お、いい、いい、悩んでる時間の方が体力使っちゃうからね。もう遊びいいよ、すごいね、すごいね、お前ワイルドだね。時間はいい、時間はいい、いやいやいや、そう考えね、悩むな、悩むな、悩むな、おい、おい、けん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 、見えたわ。ボン。え？え？
でもこれはやっぱ勝負ですから、もう今落ちてしまったのはもうアウトですよね。それはもちろん。いやー、難しいよね。難しいですよ。難しい。これ無理や。今まあ僕もそうですが、阿部ちゃんも落ちてしまったので、まあ、はい、このコースを使って最後もう一回戦対勝戦ということで、はい、そうですね、うん、じゃあそっちは誰が、俺いやもうそうですね、やるっすよ。じゃあこっちは、あ、ラスボス出てきたな。こっちもずっと頭でしたから、はい、ああとうとう後ろスパイダーマンが登場。スパイダーマン出る。君さえ出しちゃっていいの。もいいよ。じゃあ昨日もなんてスパイダーマン見たって言ってました。見た見た。いやもう意味やば。もう始まってるもん。始まってるよ。うわ、いい。いいよ。筋肉は決め上げてないんだよ。おー、すごい。そっかね。おー、意外にこのコースパワー勝負説。パワー勝負説だ。いい。やばい。初めての領域。いや、深さと同じ土俵。今俺と同じだと来たな。スポーツクライミング、そして英雄を盛り上げていきましょう。以上、ストーマ